今回の旅行は成田からシアトルに入り、シアトルから豪華客船インフィニティ9万トンに乗ってアラスカ氷河を見ながらケチカン、ジュノー、ビクトリアを回り、シアトルから帰国しました。午前8時50分、シアトル空港に着きました。お疲れ様でございました。まだ29日ですね。皆様時計は直っていらっしゃいますでしょうか。私の時計で10時28分となっております。はい、それではですね、皆様、私今日はですね、ちょっとシアトルの街をね、これからご案内させていただきます。ボーイングの工場です。大きくなるにつれて新しい機種です。今777777ですね。今度出るのが787ですけれどもね。国道5号線を北に向かって走っています。エバレットという町、ちょうどそうです30分ぐらい北上したところにですね、ジャンボ工場ですね、世界ギネスブックにも載っている世界一大きい工場ですね。そこは、ジャンボ747、767、777ですね。それから新しい787の工場がございます。NHK でですね、衛星放送聞かれると、汽笛が鳴ってますね。ちょうど球場の横ですね、この電車が通ってます。アムトラックですね。右手ですね、なんと約600億かけてできました。収容人数4万7000人ですね。メジャー屈指の大変新しい球場でございます。前方、一郎選手ですね。一郎選手だけユニフォーム違うんですね。じゃあ皆様せっかくですからお写真。マリナーズの球場です。お願いいたします。はい、ちょうどダウンタウンの中ですね、こちら、こちら修道ですけれどもね、左手前方のですね、山、オリンピック半島のオリンピック山脈がね、ずっとご覧いただけます。豪華客船ちょうど左側で、ね、から大変綺麗にご覧いただけますけれどもね、180メートルで150メートルのところがですね、展望台になっております。ちょうど近く通りますのでね。はい、パイププレイスマーケットです。スターバックスの1号店です。買った魚を投げて買い物カゴに入れてくれるそうですが、今日は残念ながら見ることができませんでした。やらない